カットルゴール塾の浦です。あと、ゆいくんです。それ考えとくわ。そうですね。また、はい、考えとくわ。お願いします。やっぱ、弓道やってたとこ、みーくんですとか考えにしたね。ああ、なるほど。ちょっとやってみて。みーくんです。あ、うっとうしいな。ちょっとやってね。ちょっとうっとうしいです。ちょっと考えましょう。考え、はい。みーくんもさ、はい、まあ、ゴルフ歴12年っていう長い、はいはいはい、ゴルフ歴ですけど、はい、ベストスコアが102、はい、目はそんなにゴルフしてきたかって言ったらバリバリゴルフハマってる人ほどラウンドしてきてるわけじゃないと思うんですね、うんはい、でそんなあなたたちにまだゴルフ始めたての人にも実際コース来て最初何したらええんかっていうのをね今日ちょっとお話できればなと思って、はい、車止めるでしょ、はい、でバッグ下ろしてもらうでしょ、はい、手荷物下ろすでしょみたいなこと全部終わるでしょ、はい、でロッカー行くでしょ着替えるでしょ、うん、全部終わるでしょ。そっからですよ。うーん、何したらいいんか人それぞれ違うじゃないですか、はい、まず何時間前に着くのか、うん、そうですね。何時間前にわりかし1時間前がほとんどじゃないんです。はい、大体時間の組み立てるのが大体決まってくるでしょ。飯食うんやったら1時間じゃ足らんし、うん、ゴルフ場でね、はい、まず練習場来ますよね。ワンコイン分打つのに何を何球打ったらええのか、私のバッグで言うとですよ、何を持っていくか、はい、そんないっぱい持ってたら重いよまずまあドライバー持ちますわね、はい、私はこの下2本ウェッジ2本持ちます、はい、これでもう3本です。その日の調子っていうかコースにもよるんですけど、基本的にはもうめんどくさい時は9番やんと5番やん持って終わりなんですよ私大体。結構短いコースとかやとティーショットドライバーじゃなくてフェアウェイウッドやったりもするんで、ここの場合は多分コース短いんで、はい、クリークロングアイアン打つかなどうかなって感じやから4番8番こんな感じですかね、はい、まあ、マックスでこれぐらい、マックスで6本、このセットを覚えておいてもらえればな。これで今日じゃあ練習していきましょうかね。はい、みーくんフェアウェイウッドティーショット使う？いや、使わないですね。使わない。じゃあドライバー。ドライバー。6番でいいかな？6番。6番。9番。9番。アドベッジ。はい。って感じですかね。わかりました。で、打っていきましょう。はーい。とりあえずウェッジですね。56でいいんじゃないですかね。はい。はい、一番下の番手。みーくん、素朴な疑問とかあれば、どんどん。そうそう、聞いていってよ。はい。なんでウェッジから、はい、まず朝一、はい、今来たばっかりでしょ、はい、体ほぐれてます？いや、カチカチ。ストレッチしてきました？してない。そうでしょ、はい、ストレッチをスタート前にたくさんしてるプロですらドライバーから打つ人なんていないんですよ。まず鳴らしていかなあかんから、うん、ウェッジからスタート。ウェッジからスタート、はい、例えば今何本に行くの場合5本です。5本でしょ、はい、24を5で割ったらほぼ5球打つぐらいでしょ、はい、ってなった時にこれ5球打ったらもう次5球すぐ行かなあかん。これを楽しくなって15球とか打ったらなくなっちゃう、はい、もうコインいっぱい買えばええねんけど、うん、あくまでワンコインでっていう話で、はい、すぐ次行かなあかんから、うん、その本数に対して何球使うかを考えとかなあかん。例えば私の場合6本、今6本でしょ、6、4、24、4球ずつやな、うん、こんな感じだね。4球ずつ打ったらもう終わりなんで私は結構アプローチ重視するんで、はい、最後にアプローチをちょっと多めに打ちたいので3、3、3、3、3と、はい、この避けた5球を足してアプローチでこれだけ打ちます。あとのやつは全部3球ずつで考えますね、はい、こういう場所だったら私の場合ははい、ね、なるほど。で最初にこれ全部打ったりはしません。最初の打ち始めの体ほぐれてない間はこれを全部は絶対打ちません。3球4球ぐらいかな、5球置いときます。はい、この4球ぐらい打ちます。で軽くストレッチをして肩回り膝伸ばしてグイッとやって、ほんまはちゃんともっと時間かけて、うん、今ズボンビリビリ言わんかったで、この時に首を反対にくるで、動的やから反動つけた方がいいですか。そうはい、手首足首でやってください。これ今ちゃちゃちゃってやってますけど
ほんまちゃんとストレッチをやってくださいね、うん、長いことストレッチの動画を長なるからまた別でまたやりますわ、ストレッチの動画。多分男がハーハー言いながらストレッチしてる動画面白くないと思うんでストレッチ終わりました。もう軽くでいいですよ。ちょっとしてもらったら分かりますけど、はい、もうザ・鳥かご、はい、川筋全部覆えないですよね。どうせ天井とか当たっちゃうんで、当たらへん範囲内の力加減で私は練習します。もうちょっとそこにグリーンがあるので、はい、エッジの手前3ヤード手前に落としてワンバウンドさせて寄せるとか、そういうややこしいことはしません。絶対しません。はい、しません、はい、しません。するわけがありません。しません。そんな浅い力できるわけないでしょ。はい、ただ何にも考えずに、はい、素振りでこれぐらいで決めて、はい、決めつけます。もうフィニッシュです、ここ。はい、56度、私56度でね、朝日は、はい、56度で、ラストポジに向かっていきます。はい、蹴るから見ます。あ、ほぼキャリーでピンポン来やったなと、ちょっと左行ったらなんでかな、向きやったんかな、どうかな、で、ここで向きの修正をします。はい、あ、これで向きは良かったな。ほぼ向きの修正を意識しすぎるとちょっと薄めの当たりになったな。素振りで地面をちゃんと叩くというか、で、トップしないように叩く力加減と方向を決めて、だから自分の今日の特性を知る、ここで今日ちょっと飛び気味やな、うん、俺ちょっと今日飛び気味や、はい、これでいいかなと、自分の中での、あ、今日それはずっと頭がずっとある状態、アプローチしたら今日はちょっと思ってるよりキャリーが出やすいんやなっていう状態でこれ終わり。はい、ちょっと自分自体がそんなに器用じゃないのもあるんですけど、まあベストスコアは間違いなく20とかは縮まりました。キャッチなことを言わないので、間違ってるんじゃないかっていう焦りは一切ないですね。あとアイアンを3球ずつ打っていきます。どういう弾道になってるかも分かれへんけど、はい、全く分かれへんわけじゃない、かすかには分かるやんか、打ち出してる方向とか、はい、で今2球とも同じとこに打ってる、ほんまやったらこのボール打たん、もう終わりです、もうええもん、あ、回す、他の番手に。これって少なくするのは、うん、多分 OK だと思うんですけど、3球で決めてて、うん、4球になるのはあかん、それはダメなんです、ね、あかん、よくない、それはアプローチを削るとか何かを削らなあかん、うん、それを4球にする、1球を増やしたことによって何かたくさん物事が得られるかって言ったら、多分得られた試しないやろ、うん、いやもう決めたままで、そうそう、練習場じゃないからさ、うん、だから今日はこの場で打たれへんねんなと思ってもらっていい、調子悪いんやな、4番アイアンはちょっと捕まり気味やない、俺今頭の中アプローチはちょっと遠い気味、ロングアイアンはちょっと捕まり気味、8番アイアンはもうほぼストレートで完璧に打ててます。完璧、もう終わり、自分の中で完璧やなと思ったらもう終わりです。
問題なく人それぞれやから、はい、参考程度でいいけど、俺はまず捕まえるで逃がして打つ、この2つがうまいこと打てたらもうそれでいい。不安やったらまっすぐの練習をするとか、まっすぐ、うん、完璧にその自分の思った通りの感触が出るまで打つとか、あとこんだけ残る、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,9 今度60度であのグリーン、はい、さっきの56度と同じ距離やけど番手が変わると振り幅も距離感も変わってくるから、これで完璧やなと、まあ、もう一緒に回ってる人とか、はい、ミン君とかにこれあげるわとか、あで終わるん、終わる。ヘッジはどっちから始めても大丈夫、56度、俺は56から始めて60、ああミン君ですね、そうそうそう、最後にそこはもう好みで、好みやな、ありがとうございます、こんな感じちょっとやってみましょうか、はい、実践ですね、うん、距離を伸ばすための裏技、そうそうそう、すごい打ちにくいやろけど、それが一番綺麗、めっちゃ綺麗、つま先浮かんように前に乗せてそのままで弾打ちに、じゃあ先生の後ろ、あ、あ、ミントだから最初何打ったらいいかも分かるよね、ドライバーです、え違うな、嘘でしょ、ベッチです、スベッチです、今ベッチです、ベッチです、先生ぶっちゃけスマジでスマジでマジか、受け狙ったりとか、受け狙ったじゃなくて、いや、あ、まあでもめっちゃですね、いやいや、もう遅いって、ね、もうそんなうちの編集そんな消すわけないやろまんま使うよ、そんなもん、